にちは、新州読書会の宮沢です。今日は中島敦史さんの利寮という小説を読み上げていきたいと思います。何分素人の朗読ですんで、噛みまくりますし、これちょっと漢文を基礎にして書いてある本なんで非常に読みが難しいんですけども、間違ってるとこたくさんあると思います。読書会用に朗読してますんで、原文見ながら、読んでいただければと思います。何卒ご了承ください。テキストの方は青空文庫にありますんで、そちらの方の目で追いながらですね、読んでいただければと思います。では早速読み上げていきたいと思います。利寮1、漢の武帝天寛2年秋9月、紀斗利寮は歩卒5000を率い、天才社老将を発して北へ向かった。アルタイ山脈の東南端がゴビ砂漠に没線とする辺の広角たる丘陵地帯を縫って北行すること30日。作風は獣医を吹いて寒く、いかにも万里五軍来たるの感が深い。爆北、春慶山の麓に至って軍はようやく支援した。すでに敵強度の勢力圏に深く進み入っているのである。秋といっても、北地のこととて、馬小屋しも枯れ、ニレや川柳の葉ももはや落ち尽くしている。木の葉どころか、木そのものさえ、宿営地の金棒を除いては、容易に見つからないほどの、ただ、里、岩と河原と水のない川床との荒涼たる風景であった。極目陣営を見ず、まれに訪れる者とては荒野に水を求めるカモシカくらいのものである。とつこつの秋空を区切る円山の上を高く狩りの列が南へ急ぐのを見ても、しかし、小卒一同誰一人として、甘い海峡の情などにそそられるものはない。それほどに彼らの位置は危険極まるものだったのである。騎兵を主力とする強度に向かって、一体の騎馬兵をも連れずに歩兵ばかり、馬にまたがる者は、寮とその幕僚数人に過ぎなかった。で、北地深く侵入することからして、無謀の極みというほかはない。その歩兵もわずか5000、耐えて公園はなく、しかもこの春慶山は最も近い関西の拠点からでも優に1500里、しなり亭は離れている。統率者李良への絶対的な信頼と信服とがなかったなら到底続けられるような行軍ではなかった。毎年秋風が立ち始めると決まって、漢の北辺には、小馬に鞭打った彪悍な侵入者の大部隊が現れる。ヘンリが殺され、人民がかすめられ、家畜が脱略される。五元、作法、雲中、城や岩門などが、その例年の被害地である。大将軍、遠征、兵器将軍、閣挙兵の武略によって、一時、爆弾に応帝なしと言われた元首以後の元帝へかけての数年を除いては、ここ30年来欠かすことなく、こうした北辺の災いが続いていた。閣挙兵が死んでから18年、遠征が没してから7年、昨夜、校長、ハヌは、全軍を率いて路に下り、興禄君、ジョジーの作北に築いた城昌もたちまち破壊される。全軍の信頼をつなぐに至る将士としては、わずかに千年大宴を遠征して武名を挙げた李氏将軍李光利があるに過ぎない。その年、天寛2年夏5月、強度の侵略に先立って、二水将軍が3万騎を将として主戦を出た。しきりに再編を伺う強度の
右賢王を天山に討とうというのである。武帝は李良に命じてこの軍旅の主張のことに当たらせようとした。美容宮の武大典に召見された李良はしかし極力その役を免ぜられんことを請うた。良は飛軍将と呼ばれた名将李光の孫、つとに祖父の風ありと言われた記者の名手で、数年前から気取りとして再編の主戦懲役にあって義を教え兵を練っていたのである。年齢も、しばらくに年齢もようやく40に近い血気盛りとあっては市長の役はあまりに情けなかったに違いない。真が辺境に養うところの兵は皆軽祖の一騎当選の勇士なれば、願わくば彼らの一帯を率いて打っていで、側面から郷土の軍を牽制したいという領の嘆願には武帝もうなずくところがあった。しかし相続く諸方への派兵のためにあいにく領の軍に割くべき牙の余力がないのである。李良はそれでも構わぬと言った。確かに無理とは言われたが、市長の役などに当てられるよりはむしろ己のために身命を惜しまぬ部下5000と共に危うきを犯す方を選びたかったのである。真願わくは将をもって衆を討たんといった良の言葉を派手好きな武帝は大いに喜んでその願いを入れた。李良は西懲役に戻って部下の兵を六とするとすぐ北へ向けて進発した。当時異邸にたむろしていた郷土問い炉白徳が将を受けて領の軍を中道まで迎えに出る。そこまでは良かったのだが、それから先がすこぶるまずいことになってきた。元来この炉白徳という男は古くから各挙兵の部下として軍に従い不利口にまで頬ぜられ、ことに12年前には福波将軍として10万の兵を率いて南越を滅ぼした老将である。その後法に座して功を失い現在の地位に落とされて政変を守っている。年齢から言っても李良とは父子ほどに違う。かつては方向をも得たその老将が今更若い李良ごとき豪人を拝するのが何としても不愉快だったのである。彼は領の軍を迎えると同時に都へ使いをやって掃除をさせた。今まさに秋とて郷土の馬は肥え、貨幣をもってしては騎馬戦を得意とする彼らの英法にはいささか当たりがたい。それゆえ李良と共にここに越年し、春を待ってから主戦懲役の騎各5000をもって出撃した方が得策と信ずるという上層文である。もちろん李良はこのことを知らない。武帝はこれを見るとひどく怒った。李良が白徳と相談の上での上書きと波状書と考えたのである。我が前ではあの通り公言しておきながら今更返地へ行って急におじけづくとは何事ぞという。たちまち使いが都から白徳と領のところに飛ぶ。李良は将をもって衆を討たんと我が前で公言したゆえ、何時はこれと協力する必要はない。今郷土が西賀に侵入したとあれば、何時は早速領を残して西賀に駆けつけ敵の道を遮れというので白徳というのが白徳への将である。李良への将は直ちに幕北にいたり、東は春慶山のから南は両六水の辺まで偵察官房し、もし異常なくんば西夜行の鼓動に従って上皇上をに至って死を休めよとある。白徳と相談してあの上書きは一体何たることぞという激しい詰問にあったことは言うまでもない。貨幣を持って敵地を徘徊するの危険を別としても、なお指定されたこの数千里の皇帝は牙を持たぬ軍隊にとっては甚だ難しいものである。徒歩のみによる行軍の速度と人力による車の牽引力と冬にかけての高地の気候等を考えれば、これは誰にも明らかであった。武帝は決して容赦ではなかったが、
同じく楊州ではなかった隋の煬帝や始皇帝などと共通した長所と短所をと思っていた。愛長非亡き理不尽の兄たる自死将軍にしてからまだ兵力不足のため一旦大燕から引き上げようとして帝の逆鱗に触れ玉関門に閉じられてしまった。その大燕政党もたかだか前馬が欲しいからといって思い立たれたものであった。帝が一度言い出したらどんなわがままでも絶対に通さなければならぬ。まして李良の場合はもともと自ら乞うた役割でさえある。ただ季節と距離とに相当に無理な注文があるだけで、躊躇すべき理由はどこにもない。彼は各敵兵を伴わぬ北西に出たのであった。春慶さんの三冠には10日よとどまった。その間日ごとに石膏を遠く走って敵情を探ったのはもちろん、付近の三戦線地形は増すところなく図に写し取って都へ報告しなければならなかった。報告書は帰化の秦保楽という者が身に帯びて単身都へ馳せるのである。選ばれた使者李良に一遊してから十頭に足らぬ少数の馬の中に一人打ちまたがると一鞭当てて丘を駆け下りた。灰色に乾いたバクバクたる風景の中にその姿が次第に小さくなっていくのを一軍の将士は何か心細い気持ちで見送った。10日の間、春慶さんの東西30里の中には一人の歩兵も見なかった。彼らに先立って夏のうちに天山へと出撃した自死将軍は一旦右肩王を破りながらその木と別の強度の大軍に囲まれて惨敗した。官兵は銃に6、7撃たれ、将軍の一身さえ危なかったという。その噂は彼らの耳にも届いている。李光利を破ったその敵の主力は今どの辺りにいるのか。今、陰雨将軍、ホウソン号が、蔡が、白鵬の辺で防いでいる。かっこ、領と手を分かった盧白徳はその応援に駆けつけていったのだが。という敵軍はどうも、距離と時間とを測ってみるに問題の敵の主力ではなさそうに思われる。天山からそんなに早く東方4000里の河南オルドスの地まで行けるはずがないからである。どうしても強度の主力は現在両の軍の市営地から北方四挙水までの間あたりに頓していなければならない感情になる。李良自身毎日天山の頂に立って四方を眺めるのだが、東方から南にかけてはただバクバクたる一面の閉鎖、西から北にかけては樹木の乏しい丘陵性の山々が連なっているばかり。秋雲の間に時としてたかかはやぶさと思われる鳥の影を見ることはあっても、地上には一機の歩兵も見ないのである。山峡の祖林の外れに兵舎を並べて囲い、その中に異爆を連ねた陣営である。夜になると気温が急に下がった。始卒は乏しい木々を掘り取って焚いては暖を取った。10日もいる中に月はなくなった。空気の乾いてるせいかひどく星が美しい。黒々とした山陰とすれすれに夜ごと老星か青い光棒を斜めに引いて輝いていた。十数日ことなく過ごした後、明日はいよいよここを立ち退いて指定された進路を東南へ向かって取ろうと下したその晩のことである。一人の保証が見るともなくこの乱々たる老星を見上げていると、突然その星のすぐ下にすこぶる大きな青黄色い星が現れた。おやと思っている中にその見慣れぬ大きな星が赤く太い尾を引いて動いたと、続いて2つ3つ4つ5つ同じような光がその周囲に現れて動いた。思わず保証が声を立てようとした時、それらの遠くの火はふっと一時に消えた。まるで今見たことが夢だったかのように。故障の報告に接した李良は全軍に命じて明朝天明とともに直ちに戦闘に入るべき準備を整えさせた。外に出て一応各部署を点検し終わると再び爆営に入り、
雷のごとき歓声を立てて熟睡した。翌朝、李良が目を覚まして外へ出てみると、全軍はすでに昨夜の命令通りの陣形を取り、静かに敵を待ち構えていた。全部が兵舎を並べた外側に出、保護と盾とを持った者が前列に、弓道を手にした者が後列にと配置されているのである。この谷を挟んだ二つの山はまだ行湾の中に新幹と走っているが、そこそこの岩陰に何かの潜んでいるらしい気配がなんとなく感じられる。朝日の影が谷合いに差し込んでくると同時に、かっこ強度は善羽がまず朝日を廃した後でなければことを発しないであろう。今まで何一つ見えなかった梁山の頂から斜面にかけて無数の人影が一時に湧いた。天地を揺るがす歓声とともに五兵は三下に殺到した。五兵の戦闘が20歩の距離に迫った時、それまで鳴りを鎮めていた漢の陣営から初めて鼓声が響く。たちまち線路ともに発し、弦に応じて数百の歩兵は一斉に倒れた。間髪を入れず浮き足だった残りの歩兵に向かって官軍前列の自撃者らが襲いかかる。郷土の軍は完全についえて山上へ逃げ上った。官軍はこれを追撃して旅衆を挙げること数千。鮮やかな勝ちっぷりではあったが、執念深い敵がこのままで退くとは決しことは決してない。今日の敵軍だけでも優に3万はあったろう。それに山上に並びていた旗印から見れば、紛れもなく善羽の新鋭軍である。善羽がいるものとすれば、8万や10万の後詰め軍は当然繰り出されるものと覚悟せねばならぬ。李良は即刻この地を撤退して南へ移ることにした。それもここから東南2000里の上皇城という前日までの予定を変えて、半月前に辿ってきたその同じ道を南へ取って、一刻も早く元の巨炎祭、それとて数千百里離れているが、に入ろうとしたのである。南高3日目の昼、官軍の後方遥かに北の地平線に雲のごとく光陣の上がるのが見られた。強度騎兵の追撃である。翌日はすでに8万の歩兵が騎馬の快速を利して官軍の前後左右を隙もなく取り囲んでしまっていた。ただし前日の失敗に懲りたと見え、至近の距離にまでは近づいてこない。南へ行進していく官軍を遠巻きにしながら馬上から縁屋を追いかけるのである。李良が全軍を止めて戦闘の体系を取らせれば、敵は馬を買って遠く退き白線を避ける。再び行軍を始めれば、また近づいてきて矢を追いかける。行進の速度が著しく減ずるのはもとより、死傷者も1日ずつ確実に増えていくのである。飢えつかれた旅人の後をつける荒野の狼のように、郷土の兵はこの戦法を続けつつ執念深く追ってくる。少しずつ傷つけていった挙句、いつかは最後のとどめを刺そうとしてその機会を伺っているのである。かつ戦い、かつ退きつつ難航することさらに数日、ある山谷の中で官軍は一日の休養を取った。負傷者もすでにかなりの数に上っている。李良は全員を点呼して被害状況を調べた後、傷の一箇所に過ぎぬ者には平勢通り兵器を取って戦わしめ、両傷を被る者にはなお兵舎を助けおさしめ、三層にして初めて連に乗せて助け運ぶことに決めた。輸送力の欠乏から死体はすべて荒野に遺棄するほかなかったのである。この夜、陣中視察の時、李良はたまたま視聴者内の中に男の服をまとった女を発見した。全軍の車両についていちいち取り調べたところ、同様にして潜んでいた十数人の女が探し出された。往年関東の軍刀が一時に陸にあった時、その際死闘が追われて再編に移り住んだ。それらの家父の注意職に窮するままに辺境守備兵の妻となり、あるいは彼らのを得意とする娼婦となり果てた者が少なくない。兵舎中に隠れてはるばり
はるばる幕北まで従いついてきたのはそういう連中である。李良は軍吏に女らを切るべく簡単に命じた。彼女らを伴い来たっていた使卒については一言の触れるところもない。谷間の腹墓地に引き出された女どもの甲高い号泣がしばらく続いた後、突然それが夜の沈黙に飲まれたようにふっと消えていくのを軍幕の中の少子一同は祝然たる思いで聞いた。翌朝久しぶりで肉薄来襲した敵を迎えて艦の全軍は思い切り開戦した。敵の息死体3000余、連日必要なゲリラ戦術に久しく苛立ち屈していた士気がにわかに奮い立った形である。次の日からまた元の籠城の道に従って南方への対抗が始まる。強度はまたしても元の遠巻き戦術に帰った。5日目官軍は閉鎖の中に時に見出される昇卓地の一つに踏み入った。水は半ば氷、泥泥も萩を没する深さで、池ども果てしない枯れ足原が続く。風上に回った強度の一帯が火を放った。作風は炎を煽り、真昼の空の下に白っぽく輝きを失った火は凄まじい速さで官軍に迫る。李良はすぐ付近の足に迎え火を放たしめて、かろうじてこれを防いだ。火は防いだが、遡上地の遮光の困難は言語に絶した。休息の地のないままに、一夜泥泥の中を歩き通した後、翌朝、ようやく丘陵地にたどり着いた途端、先回りして待ち伏せていた敵の主力の襲撃にあった。陣馬入り乱れての白兵戦である。騎馬隊の激しい突撃を避けるため、李良は車を捨てて山麓疎林の中に戦闘場所を移し入れた。林間からの猛者はすこぶる功を奏した。たまたま陣頭に姿を現した前羽とその親衛隊とに向かって、一時に連動を発して乱射した時、前羽の白馬は前足を高く上げて棒立ちとなり、西方をまとう功はたちまち地上に投出された。親衛隊の2機が馬から降りもせず、宇佐からさっと前をすくい上げると、全体がたちましこれの中に囲んで素早く退いていった。乱闘数刻の後、ようやく必要な敵を撃退し得たが、確かに今までにない難戦であった。残された敵の死体はまたしても数千を算したが、官軍も1000に近い戦死者を出したのである。この日捕らえた捕虜の口から敵軍の事情の一端を知ることができた。それによれば前羽は官兵の手強さに驚嘆し、己に20倍する大軍をも恐れずに日に日に南下して我を誘うがに見えるのは、あるいはどこかに近く伏兵があってそれを頼んでいるのではないかと疑っているらしい。前夜のその疑いを前羽が幹部の諸将に漏らしてことを図ったところ、結局そういう疑いも確かにあり得るが、ともかくも前羽自ら数万騎を率いて艦の加勢を召し得ぬとあっては我々の面目に関わるという主戦論が勝負を制し、これより南40〜50里は山谷が続くが、その間力戦猛攻し、さて平地を出て一戦してもなお破り得ないとなったら、その時初めて兵を北に返そうということに決まったという。これを聞いて皇位官延年以下官軍の幕僚たちの頭に、あるいは助かるかもしれぬぞという希望のようなものがかすかに湧いた。翌日から古軍の攻撃は猛烈を極めた。捕虜の弦の中にあった最後の猛攻というのを始めたのであろう。襲撃は一日に数十回繰り返された。手厳しい反撃を加えつつ、官軍は徐々に南に移っていく。3日経つと平地に出た。平地戦になると倍化される騎馬隊の威力に物を言わせ、強度軍はシャニムに官軍を圧倒しようとかかったが、結局またも2000の死体を残して退いた。捕虜の弦が偽りでなければ、これで古軍は追撃を打ち切るはずである。たかが一兵卒の言った言葉ゆえ、それほど信頼できるとは思わなかったが、それでも捕虜を一同いささかほっとしたことは争えなかった。
ドノバン、カンの軍港、カンカンというものが陣を出して郷土の軍に逃げ下った。かつて長安とかの悪少年だった男だが、前夜石膏城にの 手抜かりについて、高位、西安公、関延年のために囚人の前で免罰され、鞭打たれた。それを含んでこの挙に出たのである。先日谷間に残にあった女どもの一人が彼の妻だったのだとも言う。カンカンは郷土の捕虜に自供した言葉を知っていた。それゆえ、古軍に逃げて前羽の前に引き出されるや、伏兵を恐れて引き上げる必要のないことを力説した。言う、官軍には公園がない。矢もほとんど尽きようとしている。負傷者も続出して、公軍は難渋を極めている。官軍の中心をなす者は、李将軍及び西安公関延年の率いる各800人だが、それぞれ木と白との上りを持って印としているゆえ、明日、古希の精鋭をしてそこに攻撃を集中せしめてこれを破ったなら、他は容易に壊滅するであろう。うんぬん。善は大いに喜んで厚く官を愚し、直ちに北方へ引き上げ命令を取り消した。翌日、李将関延年速やかに下れと執行しつつ、古軍の再精鋭は、大白の上りを目指して襲いかかった。その勢に官軍は次第に平地から西方の山地へと押されていく。ついに本道から春が離れた山野の間に追い込まれてしまった。四方の山上から敵は矢を雨のごとくに注いだ。それに応戦しようとも、今や矢が完全に尽きてしまった。車両省を出るとき、各人が100本ずつ携えた50万本の矢がことごとく居尽くされたのである。矢ばかりではない、全軍の逃走防撃の類も半ば折れかけていった。文字通り刀折れ矢尽きたのである。それでも矛を失った者は斜腹を切ってこれを持ち、軍吏は尺刀を手にして防戦した。谷は奥へに進むに従っていよいよ狭くなる。小卒は諸所の崖の上から大石を投下し始めた。矢よりもこの方が確実に官軍の死傷者を倍化させた。獅子と累積とでもはや前進も不可能になった。その夜、李良は召集単位の便衣をつけ、誰もついてくるなど禁じて一人で幕営の外に出た。月が山の階から覗いて谷間にうず高い屍を照らした。春慶さんの陣を撤する時は夜が暗かったのに、またも月が明るくなり始めていたのである。月光と満地の下とで片岡の斜面は水に濡れたように見えた。幕営の中に残った少子は李良の服装からして、彼が単身敵陣を伺ってあわよくば前羽と差し違える所存に違いないことを察した。李良はなかなか戻ってこなかった。彼らは息を潜めてしばらく外の様子を伺った。遠く山上の敵類から国家の声が鳴り響く。かなり久しく立ってから音もなく帳を掲げて李良が幕の内に入ってきた。ダメだと一言吐き捨てるように言うと、巨匠に腰を下ろした。全軍斬死のほか道はないようだだなと、しばらく、いやまたしばらくしてから誰に向かってともなく言った。あんざ口を開くものはない。ややあって軍吏の一人が口を切り、先年昨夜校長ハヌが古軍のために生け取られ、数年後に官に逃げ帰った時も武帝はこれを罰しなかったことを語った。この例から考えても、貨幣を持って書くまでに郷土を侵害させた李良であってみれば、たとえ都へ逃れ帰っても天使はこれを偶する道を知りたまうであろうというのである。李良はそれを遮っていう。良一個のことはしばらく置け。とにかく今数十夜もあれば、一部は囲みを出す、手術することもできようが、一本の矢もないこの有様では、明日の天明には全軍が座して幕を受けるばかり。ただ、今夜、中に囲みをついて外に出、各自長獣と参じて走ったならば、その中には、あるいは返済にたどり着いて、天使に軍情を報告しうるものもあるかもしれぬ。
アンズルに現在の地点は天寒山の北方の山地に違いなく、イエンまではなお数日の行程ゆえ、成否のほどはおぼつかないが、ともかく今となってはその地に残された道は、その他に残された道はないのではないか。諸将領もこれにうなずいた。全軍小卒に各二将の星と一片の豹変とが分かたれ、サニムに車両所に向かって走るべき旨が含められた。さて一方、ことごとく肝心の正規を倒し、これを切って地中に埋めた後、武器、兵舎等の敵に利用され得る恐れのあるものは皆打ち壊した。夜半、鼓して兵を起こした。軍鼓の音にも讃として響かぬ。李瀎は漢口医とともに馬にまたがり、曹氏十余名を従えて先頭に立った。この日追い込まれた京野の東の口を破って平地に出、それから南に向けて走ろうというのである。幸い月はすでに落ちた。古領の不意をついて、ともかく全軍の3分の2は予定通り京野の投降を突破した。しかしすぐに敵の騎馬兵の追撃にあった。徒歩の兵は大部分撃たれ、あるいは捕らえられたようだったが、混戦に乗じて敵の馬を奪った数十人はその小馬を鞭打って南方へ走った。敵の追撃を振り切って嫁にもぼーっと白い兵差の上を逃れ去った部下の数を数えて、確かに100に余ることを確かめうると、李瀎はまた京野の入り口の修羅城に取って返した。身には数艘を帯、自らの血と返り血とで獣医は重く濡れていた。彼と並んでいた関延年はすでに撃たれて戦死していた。帰化を失い、全軍を失って、もはや天使にまみゆうべき面目はない。彼は矛を取り直すと、再び乱軍の中に限った。暗い中で敵味方も分からぬほどの乱闘の中に、李瀎の馬が流れ矢に当たったと見れて、がっくり前にのめった。それとどちらが早かったか、前なる敵を突こうと矛を引いた李瀎は、突然背後から重量のある打撃を後頭部に食らって失神した。馬から転落した彼の上に、生け捕ろうと構えていた小兵どもが、とえはたえにと折り重なって飛びかかった。2、9月に北へ立った5000の官軍は、11月に入って疲れ傷ついて将を失った400足らずの敗兵となって円西にたどり着いた。哀鳳は直ちに駅伝を持って長安の都に達した。武帝は思いのほか腹を立てなかった。本軍たる李高麗の大軍さえ惨敗しているのに、一支隊たる李瀎の家軍に大した期待の持てよう道理がなかったから。それに彼は李瀎が必ずや戦死しているに違いないとも思っていたのである。ただ、先頃李瀎の使いとして幕北から戦線異常なし、士気すこぶる旺盛の法をもたらした陳保洛だけは、彼は吉報の使者として読み捨てられ、牢となってそのまま都に留まっていた。成り行き上どうしても自殺しなければならなかった。哀れではあったが、これはやむを得ない。翌天寒3年の春になって、李瀎は戦死したのではない、捕らえられて牢に下ったのだという閣法が届いた。武帝は初めて覚悟した。即位後44年、帝はすでに60に近かったが、気性の激しさは総司を超えている。新鮮の説を好み、王氏不撃の類を信じた。彼はそれまでの己の絶対に尊信する奉仕ともに幾度か欺かれていた。漢の政位の絶頂にあたって50年余年の間君臨したこの大皇帝は、その中年以後ずっと霊魂の世界への不安な関心に必要につきまとわれていた。それだけにその方面での失望は彼にとって大きな打撃となった。こうした打撃は生来活発だった彼の心に、年とともに軍心への暗い猜疑を植え付けていった。理財、政敵、長州と上将たる者は相次いで死罪に行われた。現在の上将たる
高祖がのごとき命を廃したときに己が運命を恐れて帝の前で手放しで泣き出したほどである。高潔感旧案が退いた後は帝を取り巻く者は内心にあらずんば国利であった。さて武帝は諸重臣を召して李良の処置について測った。李良の体は都にはないが、その罪の決定によって彼の妻子眷属家財等の処分が行われるのである。国吏として聞こえた一帝位が常に帝の顔色をうかがい、合法的に法を曲げて帝の意に迎えることに巧みであった。ある人が法の権威を説いてこれをなじったところ、これに答えて言う。前王の是とするところがこれ律なり、後主の是とするところが前主の是とするところがこれが律となり、後主の是とするところがこれが礼となる。当時の君主の意のほかに何の法があろうぞと、この軍神皆帝位の類であった。上将高祖が吉大夫都主大将朝廷以下誰一人として帝の信条を犯してまで領のために弁じようとする者はない。口を極めて彼らは李領の売国的行為を罵る。領のごとき変節官と肩を並べて朝に仕えていたことを思うと、今更ながら恥ずかしいと言い出した。平然の領の行為の一つ一つが全て疑わしかったことに意見が一致した。領のいとこにあたる李官が大使の長を頼んで教師であることまでが領への残暴の種になった。口を関して意見を漏らさぬ者が結局領に対して最大の好意を持つ者だったが、それも数えるほどしかいない。ただ一人苦々しい顔をしてこれらを見守っている男がいた。今口を極めて李領を残部しているのは、数ヶ月前李領が都を辞する時に杯をあげてこの功を盛んにした連中ではなかったのか。幕北からの使者が来て李領の軍の健在を伝えた時、さすがに名将李光の孫と李領の孤軍奮闘をたたえたのもまた同じ連中ではないのか。天として奇獣を忘れたふりのできる剣関連や彼らの天誘を見破るほどに聡明ではありながら、なお真実に耳を傾けることを嫌う君主がこの男には不思議に思われた。いや不思議ではない、人間がそういうものとは昔から嫌になるほど知ってはいるのだが、それにしてもその不愉快さに変わりはないのである。家大夫の一人として朝に連なっていたために彼もまた家紋を受けた。その時この男ははっきりと李領を褒め上げた。言う。領の平勢を見るに親に仕えてこう死と交わって死ん、常に振るって身を顧みず、もって国家の急に準ずるは誠の国士の風ありと言うべく、今不幸にしてこと一度敗れたが、身を全うし妻子を休んずることのみをただ念願とする軍則の寧人腹が、この領の一室を取り上げてこれを古代歪曲してもって城の聡明を追うとしているのは遺憾この上極まりない。そもそも領の今回の軍たる五千に満たぬ補卒を率いて深く敵地に入り、強度数万の死を本命に疲れしめ、転戦千里や尽きる道極まるに至るも、なお全軍空洞を張り白人を犯して死闘している。部下の心を得てこれに死力を尽くさしむること、古の名将といえどもこれには過ぎまい。軍敗れたりとはいえ、その前線の後はまさに天下に検証するに足る。思うに彼が死せずして炉に下ったというのも、密かに彼の地にあって何事か官に報いんと期してのことではあるまいか。波いる軍神は驚いた。こんなことの言える男が世にいようとは考えなかったからである。彼らはこめかみを震わせた武帝の顔を恐る恐る見上げた。それから自分らはをあえて苦を全うし妻子を保つ神と呼んだこの男を待つ者が何であるかを考えてにやりとするのである。向こう水なすの男大司令司馬遷が軍前を退くと、すぐに苦を全うし妻子を保つの真の一人が千と李領との親しい関係について武帝の耳に入れた。大司令はゆえあって自死将軍と激あり、千が領を褒めるのはそれによって今度領が先立って出塞して功がなかった自死将軍を落としれんがためであるというものも出てきた。ともかくも たかが西暦牧師
を司るに過ぎぬ大司令の身として、あまりにも不遜な態度だというのが一同の一致した意見である。おかしなことに李良の家族よりも司馬遷の方が先に罪せられることになった。翌日彼は帝位に下された。刑は9と決まった。支那で昔から行われた休刑の主なものとして、下位、義、鼻切る、非、足切る、旧の4つがある。武帝が祖父文帝の時、この4つの中3つまでは廃せられたが、休刑のみはそのまま残された。休刑とはもちろん男を男でなくす奇怪な刑罰である。これを一に不刑というのは、その傷が不臭を放つがゆえだとも言い、あるいは不器の身を生ぜさせるがごとき男となり果てるからだとも言う。この刑を受けた者を縁人と称し、宮廷の宦官の大部分がこれであったことは言うまでもない。人もあろうに司馬遷がこの刑にあったのである。しかし後代我々が史記の作者としている司馬遷は大きな名前だが、当時大司令の司馬遷は病たる一文筆の理に過ぎない。頭脳の明晰なことは確かとしても、その頭脳に自信を持ちすぎた。人付き合いの悪い男、議論において決して人に負けない男、たかだか強情我慢の偏屈人としてしか知られていなかった。彼が不敬にあったからとて驚く、別に驚くものはない。司馬氏は元州の士官であった。後、秦に入り、秦に仕え、漢の代となってから4代目の司馬談が武帝に仕えて、建元年に大司令を務めた。この段が千の父である。専門たる律、歴、役の他に道家の教に詳しく、また広く儒、墨、法、名、書家の説にも通じていたが、それらをすべて一家の権を持ってすべて自分のものとしていた。己の頭脳や精神力についての自業の強さはそっくりそのまま息子の千に受け継がれたところのものである。彼が息子に施した最大の教育は、諸学の伝授を教えて終えて後に海大の大旅行をさせたことであった。当時としては変わった教育法であったが、これが後年の歴史家司馬遷に資するところすこぶる大であったことは言うまでもない。元宝元年に武帝が東大山に登って天を祀った時、たまたま周南で病床にあった熱血漢司馬談は、天使初めて官家の法を立つるめでたき時に、己一人従っていくことのできぬを嘆き、憤を発してそのために死んだ。古今を一貫せる通史の偏述こそは彼の一生の念願だったのだが、単に材料の収集のみで終わってしまったのである。その臨終の光景は息子千の筆によって詳しく史記の最後の章に書かれている。それによると司馬談は己のまた立ち仇を知るや、善を呼び、その手を取って、年頃に収支の必要を解き、己大使となりながら、このことに着手せず、賢君中心の自責を虚しく、地下に埋もれしめる不甲斐なきを、嘆いて泣いた。よ、死せば、何時必ず大使とならん。大使とならば、我が論著善と欲するところを忘れるなかれ、と言い、これこそ己に対する功の最大なものだとて、何時それを思いやと繰り返したとき、千は、不死流亭してその命に背かざるを誓ったのである。父が死んでから2年の後、果たして司馬遷は大司令の職を継いだ。父の周期した資料と、父の収集した資料と宮廷所蔵の秘策等を用いて、すぐにも不死送電の天職に取り掛かりたかったのだが、任官後彼にまず課されたのは暦の改定という大事業であった。この仕事に没頭することちょうど満4年、大正元年にようやくこれを仕上げると、すぐに彼は式の編纂に着手した。千時に年42、副案は等に出来上がっていた。その副案による司書の形式は従来の司書のどれにも似ていなかった。彼は道義的批判の基準を示すものとして春秋をしたが、事実を伝える司書としては何とも飽き足らなかった。もっと事実が欲しい。教訓よりも事実が。座伝や国語になると、なるほど事実はある。座伝の叙事の巧妙さに至っては簡単のほかはない。しかしその事実を作り上げる一人一人の人間についての探求がない。
事件の中における彼らの姿の病室は鮮やかであっても、そうしたことをしでかすまでに至る彼ら一人一人の身元調べの欠けているのが司馬遷には不服だった。それに従来の主はすべて東大の者に奇襲を知らしめることが主眼となっていて、未来の者に東大を知らしめるための者としての用意があまりに欠けすぎているようである。要するに司馬遷の欲する者は在来の死には求めて得られなかった。どういう点で在来の主が来たらぬかは、彼自身でも自ら欲するところを書き上げてみて初めて判然とする体のものと思われた。彼の胸中にあるもやもやと不適したものを諸言することの要求の方が、在来の主に対する批判よりも先に立った。いや、彼の批判は自ら新しいものを作るという形でしか現れないのである。自分が長い間頭の中で描いてきた構想が死と言えるものか、彼にも自信はなかった。しかし死と言えても言えなくても、とにかくそういうものが最も書かれなければならないものだ。過去余人にとって、後代にとって、長んずく己自身にとって、という点については自信があった。彼も孔子の方針に倣って述べて作らぬ方針を取ったが、しかし孔子のそれとは多分に内容を異にしていた述べて作らずである。司馬遷にとっては単なる変電体の事件列挙は未だ述べるの中には入らぬものだったし、また後世人の事実そのものを知ることを妨げるようなあまりにも道義的な断案はむしろ作るの部類に入るように思われた。漢が天下を定めてからすでに五代百年、始皇帝の反文化政策によって隠滅し、あるいは隠匿されていた書物がようやく世に行われ始め、文の起こらんとする機運が鬱没として感じられた。漢の朝廷ばかりでなく、時代が死の出現を要求している時であった。司馬遷個人としては、父の移植による感激が学職、観察眼、出力の充実を伴って、ようやく混然たるものを生み出すべく発行しかけてきた。彼の仕事は実に気持ちよく進んだ。むしろ会長に行き過ぎて困るくらいであった。というのは、初めの御帝本気から、下院終身本気あたりまでは、彼も材料を塩梅して記述の正確厳密を期する一人の技師に過ぎなかったのだが、始皇帝を経て後部本気に入る頃から、その技術家の冷静さが怪しくなってきた。ともすれば後部が彼に、あるいは彼が後部に乗り移りかねないのである。後をすなわち世を切って、朝中に陰す美人あり名は愚、常に幸せ常に構せられてしたが、春明の名は水、常にこれに帰す。ここにおいて、功をすなわち、非可公害を自ら詩を作りて曰く。力山を抜き、規制を追う、時利あらず。ゆい行かず、ゆい行かずばいかにすべき。虚や虚や何時いかんとせん、と、歌うこと数決、美人にこれはす。功を涙に数行下る。左右皆なき、よく仰ぎ、見るもなし、見るものなし。これでいいのかと司馬遷は疑う。こんな熱に浮かされたような書きっぷりでいいものだろうか。これは作ることを極度に警戒した。彼は作ることを極度に警戒した。自分の仕事は述べることに尽きる。事実、彼は述べただけであった。しかし、なんと世紀はつらつさる述べ方であったか。異常な創造的資格を持ったものでなければ、到底不能な記述であった。彼は時に作ることを恐れるあまり、すでに書いた部分を読み返してみて、それあるがために、史上の人物が現実の人物のごとく躍動すると思われる軸を削る。すると、確かにその人物ははつらつたる呼吸を止める。これで作ることになる心配はないわけである。しかし、と司馬遷が思うに、これでは、公務が公務でなくなるではないか。公務も始皇帝も、その相応も、皆同じ人間になってしまう。違った人間を同じ人間として記述することが何が述べるだ。述べるとは違った人間は違った人間として述べることではないか。そう考えてくると、やはり彼は削った軸を再び生かさないわけにはいかない。元通りに直して。さて一読してみて、彼はやっと落ち着く。いや、彼ばかりではない。そこに書かれた史上の人物が、後部や半海や半蔵が、皆ようやく安心してそれぞれの場所に落ち着くように思われる。調子の良い時の武帝は、誠に英明滑達な理解のある文教の保護者だったし、太子令という職が地味な特殊な技能を要するものだったために、寛解につきものの
砲塔飛襲の青函残部による地位あるいは生命の不安定からも免れることができた。数年の間、司馬遷は充実した幸福と言っていい日々を送った。当時の人間の考える幸福とは現代人のそれとひどく内容の違うものだったが、それを求めることに変わりはない。妥協性はなかったが、どこまでも妖精で、よく論じ、よく怒り、よく笑い、なかんずく論敵を完膚なきまでに切羽することを最も得意としていた。さて、そうした数年の後、突然この科学だったのである。薄暗い山室の中で、不敬施術後、当分の間は風に当たることを避けなければならぬので、中に火を起こして暖かに保った、密閉した暗室を作り、そこに施術後の受刑者を数日の間入れて、体を養わせる。暖かく暗いところが蚕を飼う部屋に似ているとて、それを山室と名付けたのである。言語に絶した混乱のあまり、彼は呆然と壁に寄りかかった。憤激よりも先に驚きのようなものさえ感じていた。残に会うこと、死をたまうことに対してなら、彼はもとより平静から覚悟ができている。軽視する己の姿なら想像してみることもできるし、武帝の気に逆らって利量を褒め上げた時も、分かり間違えば死をたまうようなことになるかもしれぬくらいの懸念は自分にもあったのである。ところが刑罰も数ある中で、よりによって最も就労な休憩に会おうとは、迂闊といえば迂闊だが、というのは死刑を予期するくらいなら当然他のあらゆる刑罰も予期しなければならないわけだから、彼は自分の運命の中に不測の死が待ち受けているかもしれぬとは考えていたけれども、このような醜いものが突然現れようとは全然頭から考えもしなかったのである。時々彼は、人間にはそれぞれその人間にふさわしい事件しか起こらないのだという一種の確信のようなものを持っていた。これは長い間史実を扱っている中に自然に養われた考えであった。同じ逆境にしても公害の死には激しい痛烈な苦しみが、軟弱の都には緩慢なジメジメした醜い苦しみが、というふうに言ってある。たとえ初めは一見ふさわしくないように見えても、少なくともその後の対処の仕方によっては、その運命はその人間にふさわしいことが分かってくるのだと、司馬遷は自分を男だと信じた。文筆の理であっても、当代のいかなる武人よりも男であることを確信していた。自分でばかりでない。このことだけはいかに彼に好意を寄せぬものでも認めないわけにいかないようであった。それゆえ、彼らは自らの持論に従って、車先の刑なら自分の行く手に思い描くことができたのである。それが弱い50に近い身で、この恥ずかしめに会おうとは。彼は今自分が山室の中にいるということが夢のような気がした。夢だと思いたかった。しかし、壁によって閉じた目を開くと、薄暗い中に正気のない、魂までが抜けたような顔をした男が3、4人だらしなく横たわったり座ったりしているのが目に入った。あの姿がつまり今の己なのだと思った時、おえつとも怒号ともつかない叫びが彼の喉を破った。痛憤と反問との数日の間には、時に学者としての彼の習慣から来る思索が反省が来た。一体今度の出来事の中で何が、誰が、誰のどういうところが悪かったのだろうという考えである。日本の君臣道とは根底から異なったかの国のこととて、当然彼はまず武帝を恨んだ。一時はその円満だけで一切他を顧みる余裕はなかったというのが実際だった。しかししばらくの狂乱の時期の過ぎた後には、歴史家としての彼が目覚めてきた。儒者と違っていわゆる戦王の価値にも歴史家的な割引をすることを知っていた彼は、功たる武帝の評価の上にも支援のために狂いを来たさせることはなかった。なんといっても武帝は大君主である。そのあらゆる欠点にもかかわらず、この君がある限り、漢の天下は微動だにもしない。皇祖はしばらく置くとするも、仁君、文帝も、明君、慶帝も、この君に比べればやはり小さい。ただ大きいものはその欠点まで大きく映ってくるのは、これはやむを得ない。司馬遷は極度の噴煙の中にあっても、このことを忘れてはいない。今度のことは要するに天のなせる疾風暴雨、霹靂に見舞われたものと思うほかはないという考えが、彼を一層絶望的な憤りへとかかったが、また一方、逆に定冠へも向かわせようとする。怨恨が長く君主に向かい得ないとなると、勢い、君側の関心に向けられる。彼らが悪い。確かにそうだ。しかしこの悪さはすこぶる副次的な悪さである。それに
自強心の高い彼にとって彼ら精進派は怨恨の対象としてさえ物足りない気がする。彼は今度ほど好人物というものへ腹立ちを感じたことはない。これは関心や国理よりも始末が悪い。少なくとも側から見て、そばから見ていて腹が立ち、良心的に安っぽく安心しており、他にも安心させるだけ一層けしからぬのだ。弁護もしなければ反駁もせぬ、心中反省もなければ自責もない。上昇高祖画のごとき、その代表的なものだ。同じ鮎迎合をこととしても、都州かっこ最近この男は前任者OKに落とし OK を落とし入れてまんまと御子大夫になりおせたのようなやつは、自らそれを知ってるに違いないが、この人吉の上昇と来た日にはその自覚さえない。自分に苦を全うし妻子を保つ心と言われても、こういう手合いは腹も立てないのであろう。こんな手合いは恨みを向けるだけの値打ちさえない。柴仙は最後に憤懣の持っていきどころを自分自身に求めようとする。実際何者かに対して腹を立てなければならぬとすれば、結局はそれは自分自身に対してのほかなかったのである。だが自分のどこが悪かったのか、利量のために弁じたこと、これはいかに考えてみても間違っていたとは思えない。方法的にも格別まずかったとは考えぬ。鮎に出するのに甘んじない限り、あれはあれで他にどうしようもない。それでは自ら顧みて、やましくなければそのやましくない行為がどのような結果をきたそうとも、死たる者はそれを感受しなければならないはずだ。なるほど、それは一応そうに違いない。だから自分も仕返されようと鷹山に会おうと、そういうものなら甘んじて受けるつもりなのだ。しかしこの休憩は、その結果かくなり果てた我が身の有様というものは、これはまた別だ。同じフグでも足を切られたり鼻を切られたりするのとは全然違った種類のものだ。死たる者の加えられるべき刑ではない。こればかりは体のこういう状態というものは、どういう角度から見ても完全な悪だ。食言の余地はない。そうして心の傷だけならば、時とともに癒えることもあろうが、己が体のこの醜悪な現実は死に至るまで続くのだ。動機がどうあろうと、このような結果を招くものは、結局悪かったと言わなければならぬ。しかし、どこが悪かった。己のどこが、どこも悪くなかった。己は正しいことしかしなかった。強いて言えば、ただ、我ありん、という事実だけが悪かったのである。呆然とした虚脱の状態で座っていたかと思うと、突然飛び上がり、傷ついた獣のごとくうめきながら、暗く暖かい部屋の中を歩き回る。そうした仕草を無意識に繰り返しつつ、彼の考えもまたいつも同じところをぐるぐる回ってばかりいて、帰結するところを知らないのである。我を忘れ、壁に頭を打ちつけて血を流したその数回を除けば、彼は自らを殺そうと試みなかった。死にたかった。死ねたらどんなによかろう。それよりも、ずっと恐ろしい恥辱が追い立てるのだから、死を恐れる気持ちは全然なかった。なぜ死ねなかったのか、獄舎の中に自ら殺すべき道具のなかったことにもよろう。しかし、それ以外に何かが内から彼を止める。はじめ彼はそれが何であるかに気づかなかった。ただ、狂乱と憤懣との中で、絶えず発作的に死の誘惑を感じたにもかかわらず、一方彼の気持ちが自殺の方へ向けさせたがらないものがあるのを漠然と感じていた。何を忘れたのかはっきりしないながら、とにかく何か忘れ物をしたような気がすることがある。ちょうどそんな具合であった。許されて自宅に帰り、そこで謹慎するようになってから、初めて彼は自分がこの一月狂乱に取り紛れて己が必生事業たる収支のことを忘れ果てていたこと、しかし表面は忘れていたにもかかわらず、その仕事への無意識の関心が彼を自殺から阻む役目を陰陰の中に勤めていたことに気がついた。10年前、臨終のとこで自分の手を取り泣いて異名した父の息息たる言葉は今の自邸にある。しかし今、失痛の惨憺を極めた彼の心の中にあって、なお終始の仕事を思い立たしめないものは、その父の言葉ばかりではなかった。それは何よりもその仕事そのものであった。仕事の魅力とか仕事への情熱とかいうたくましい体のものではない。
終始という使命の自覚には違いないとしても、さらに公然として自らを自する自覚ではない。恐ろしく我の強い男だったが、今度のことで己のいかに取るに足らぬものだったかをしみじみと考えさせられた。理想の抱負のと威張ってみたところで、所詮己は牛に踏みつぶされる道端の虫けらのごときものに過ぎなかったのだ。我は惨めに踏みつぶされたが、修士という仕事の意義は疑えなかった。このような浅ましい身となり果て、自信も時事も失い尽くした後、それでもなお世に流れてこの仕事に従うということは、どう考えても楽しいわけはなかった。それはほとんどいかにいとわしくとも、最後までその関係を断つことの許されない人間同士のような宿命的な因縁に近いものと彼自身には感じられた。とにかくこの仕事のために自分は自らを殺すことができるのだ。それも義務感からではなく、もっと肉体的なこの仕事とのつながりによってであるということだけはっきりしてきた。当座の盲目的な獣の苦しみに代わって、より意識的な人間の苦しみが始まった。困ったことに自殺できないことが明らかになるにつれ、自殺によって他に苦悩と恥辱とからに逃れる道はないことがますます明らかになってきた。一個の上二る大司令司馬遷は天寛三年の春に死んだ。そしてその後に彼の書き残した詩を続ける者は資格も意識もない一つの書写機会に過ぎぬ。自らそう思い込む以外道はなかった。無理でも彼はそう思おうとした。終始の仕事は必ず続けなければならぬ。これは彼にとって絶対であった。終始の仕事を続けられるためには、いかに耐え難くとも生きながらえなければならぬ。生きながらえるためにはどうしても完全に身をなきものと思い込む必要があったのである。5月の後、司馬遷は再び筆を取った。喜びも興奮もない。ただ仕事の完成への意志だけが鞭打たれて、傷ついた足を引きずりながら目的地へ向かう旅人のようにとぼとぼと功を継いでいく。もはや大司令の役は免ぜられていた。いささか後悔した武帝がようやく後に彼を中書令に取り立てたが、官職の中職のごときは彼にとってもう何の意味もない。以前の論客司馬遷は一切口を開かずになった。笑うことも怒ることもない。しかし決して騒然たる姿ではなかった。むしろ何か悪霊にでも取り憑かれているような凄まじさを人々は感目せる彼の風貌の中に見て取った。夜眠る時間を惜しんで彼は仕事を続けた。一刻も早く仕事を完成し、その上で早く自殺の自由を得たいと焦っているもののように家人等には思われた。凄惨な努力を一年ばかり続けた後、ようやく生きることの喜びを失い尽くした後も、なお表現することの喜びだけは生き残り得るものだということを彼は発見した。しかしその頃になってもまだ彼の完全な沈黙は破られなかったし、風貌の中の凄まじさも全然和らげられはしない。功を続けていく中に、患者とか遠慮とかいう文字を書かなければならぬところに来ると、彼は覚えずうめき声を発した。一人一室にいる時でも、夜症状のに横になった時でも、ふとこの屈辱の思いが刻してくると、たちまちカーッと焼きごてを当てられるような熱いうずくものが全身を駆け巡る。彼は思わず飛び上がり、奇声を発し、うめきつつ紙片を歩き回り、さてようやくしてからさてしばらくしてから歯を食いしばって己を落ち着けようと努めるのである。3、乱軍の中に気を失った李良が銃士を灯し、銃粉を耐えた前雨の眺望の中で目を覚ましたとき、とっさに彼は心を決めた。自ら首跳ねて恥ずかしめを免れるか、それとも今一応は敵に従っておいて、その中に気を見て脱走する。敗軍の責任を償うに足る手柄を土産としてか。この二つの他に道はないのだが、李良は後者を選ぶことに心を決めたのである。善雨は手塚ら李良の名を解いた。その後の時遇も低調を極めた。蘇帝公善雨とて、先代の高利子善雨の弟だが、骨格のたくましい巨岩斜前の中年の異常部である。数代の善雨に従って関と戦ってはきたが、未だ
李良ほど手強い敵に会ったことはないと正直に語り、亮の祖父李光の名を引き合いに出して亮の前線を褒めた。虎を格段格殺したり岩に矢を立てたりした飛翔軍李光の業名は今もなお古地にまで語り伝えられている。亮が厚遇を受けるのは彼が強き者の子孫であり、彼自身も強かったからである。職を分ける時も宗教者が美味を取り、老弱者が余り物を与えるというのが郷土の風であった。ここでは強き者が恥ずかしめられることは決してない。交渉李良は一つの給料と数十名の寺社等を与えられ、賓客の礼をもって遇せられた。李良にとって奇異な生活が始まった。家は重徴給料、食物は鮮肉、飲水は落水と重乳を乳作酒、重乳と乳作酒、着物は狼や羊や熊の皮を綴り合わせた戦球、牧畜と狩猟と攻略と、この他に彼らの生活はない。一望災害もない高原にも、しかし川や湖や山々による境界があって、前右直轄市の他は左賢王、右賢王、左六李王、右野李王以下の諸王侯の領地に分けられており、牧民の移住は各々その境界の中に限られているのである。城郭もなければ田畑もない国、村落あってもそれが季節に従い水草を追って土地を変える。李良には土地を与えられない。善右帰化の諸将と共にいつも善右に従っていた。隙があったら善右の首でもと李良は狙っていたが、容易に機会が来ない。たとえ善右を打ち果たしたとしても、その首を持って脱出することは非常な機会に恵まれない限りまず不可能であった。古地にあって善右と差し違えたのでは、郷土の己らの不名誉をうやむやの中に葬ってしまうこと必定ゆえ、おそらく官に聞こえることはあるまい。李良は辛抱強くその不可能とも思われる機会の到来を待った。善右の幕下には李良の他にも官の法人が幾人かいた。その中の一人、英立という男は軍人ではなかったが、朝令王の位をもらって最も重く善右に用いられている。その父は個人だが、ゆえあって英立は漢の都で生まれ成長した。武帝に仕えていたのだが、千年行律問い李延年のことに座するのを恐れて逃げて郷土に帰したのである。血がちだけに古風に馴染むことも早く、相当の才物でもあり、常に蘇帝公善右の威厄に参じて全ての画策に預かっていた。李良はこの英律をはじめ肝心の下って郷土の中にあるものとほとんど口は聞かなかった。彼の頭の中にある計画についてことを共にすべき人物がいないと思われたのである。そういえば他の肝心同士の間でもまた互いに妙に気まずいものを感じるらしく、相互に親しく交わることがないようであった。一度善右は李良を呼んで軍略上の指教を請うたことがある。それは東湖に対しての戦だったので、亮は快く己が意見を述べた。次に善右が同じような相談を持ちかけたとき、それは官軍に対する作戦についてであった。李良ははっきり嫌な表情をしたまま口を開こうとしなかった。善右も強いて返答を求めようとはしなかった。それからだいぶ久しく経った頃、大将軍の、攻略する軍隊の一将として難航することを求められた。この時は漢に対する戦には出られない旨を言ってきっぱり断った。事後善右は亮に再びこうした要求をしなくなった。待遇は依然として変わらない。他に利用する目的はなく、ただ死を偶するために死を偶しているのだとしか思われない。とにかくこの善右は男だと李良は感じた。善右の長子左賢王が妙に李良に好意を示し始めた。好意というよりは尊敬といった方が近い。二十歳を越したばかりの祖屋ではあるが、勇気のある真面目な青年である。強き者への賛美が実に純粋で強烈なのだ。はじめ李良のところへ来て汽車を教えてくれという。汽車といっても木の方は量に劣らぬほどうまいことに、ラバを狩る技術に至ってははるかに量をしのいでいるので、李良はただ意だけを教えることにした。左賢王は熱心な弟子となった。量の
祖父、李光の社における入信の技などを語るとき、蛮族の青年の瞳を輝かせて熱心に聞き入るのである。よく二人して狩猟に出かけた。ほんのわずかな遠回りを連れただけで、二人は縦横に荒野を飼育して、キツネやオオカミ、カモシカやワシやキジ等をいた。ある時などは夕暮れ近くになって矢もつきかけた二人の馬は友のものにはるかに駆け抜いていたので、一群のオオカミに囲まれたことがある。馬に鞭打ち、全速力で老群の中を駆け抜けて逃れたが、その時李良の馬の尻に飛びかかった一匹を後にかけてきた青年左賢王が番頭を持って見事に胴切りにした。後で調べると、二人の馬は狼どもに足を噛み裂かれて血だらけになっていた。そういう一日の後、夜天幕の中で今日の獲物を厚物の中にぶち込んでふうふう吹きながらするとき、李良は木陰に顔をほてらした若い番王の息子に、ふと友情のようなものさえ感じることがあった。天寛三年の秋に郷土がまたもや願文を犯した。これに報いるとて、翌四年、漢は自死将軍李光利に、騎6万、歩7万の大軍を授けて作法に出しめ、歩卒1万を率いた郷土、トイ、ロ、白徳に、これを助けしめた。ひいて陰雨将軍、金宗号は、騎1万、歩3万を持って願文を、遊撃将軍、関越は、歩3万を持って五元を、それぞれ進発する。近来にない大北伐である。善はこの方に接するや、直ちに扶助、老、幼、畜群、資材の類をことごとく、汚水、過去ケルレン川の北方の地に移し、自ら10万の精騎を引いて、李光利、老白徳の軍を水南の大草原に迎え撃った。連戦、重要日、官軍はついに尻族のやむなきに至った。李良に支持する若き左賢王は、別に一隊を率いて東方に向かい、陰雨将軍を迎えて散々にこれを破った。官軍の左翼たる関越の軍もまた得るところなくして兵を引いた。北西は完全な失敗である。李良は例によって関東の戦には陣頭に現れず、水北に退いていたが、左賢王の戦線を密かに気遣っている己を発見して愕然とした。もちろん全体としては官軍の成功と郷土の敗戦等を望んでいたには違いないが、どうやら左賢王だけは何か負けさせたくないと感じていたらしい。李良はこれに気がついて激しく己を責めた。その左賢王に打ち破られた金宗号が都に帰り、子卒を多く失って功がなかったと、との角で牢につながれた時、妙な弁解をした。敵の捕虜が郷土軍の強いのは、漢から下ってきた李将軍が重々兵を練り、軍略を授けてもって官軍に備えさせているからだと言ったというのである。だからといって自軍が負けたことの弁解にはならないから、もちろん陰雨将軍の罪は許されなかったが、これを聞いた武帝が李良に対して激怒したことは言うまでもない。一度許されて家に戻っていた領の一族は再び獄に収められ、今度は領の老母から妻、子、弟に至るまでことごとく殺された。軽薄なる余人の常とて、当時老妻、過去李良の家老妻の連である、の死体婦と皆李家を出したことを恥としたと記されている。この知らせが李良の耳に入ったのは半年ほど後のこと。辺境から拉致された一官卒の口からである。それを聞いた時、李良は立ち上がってその男の胸ぐらをつかみ、荒々しく揺すぶりながら事の真意を今一度確かめた。確かに間違いのないことを知ると、彼は歯を食いしばり、思わず力を両手に込めた。男は身をもがえて苦悶のうめきを漏らした。両の手が無意識のうちにその喉を訳していたのである。両が手を離すと、男はばったり地に倒れた。その姿に目もやらず、両は眺望の外へ飛び出した。めちゃくちゃに彼は脳を歩いた。激しい憤りが頭の中で渦巻いた。老母や幼児のことを考えると心は焼けるようであったが、涙は一滴も出ない。あまりに強い怒りは涙を枯渇してしまうのであろう。今度の場合には限らぬ。今まで我が一家はそもそも官からどのような扱いを受けてきたか。
彼は祖父の利口の最後を思った。かっこ、亮の父、東子は、彼が生まれる数ヶ月前に死んだ。亮はいわゆる、異福の子である。だから少年時代まで彼を教育し、鍛え上げたのはこの有名な祖父であった。名将利口は、数字の北西に太鼓を立てながら、君側の観念に妨げられて、何一つ恩賞に預からなかった。部下の諸将が次々に爵位、方向を得ていくのに、廉潔な将軍だけは方向は愚か、終始変わらぬ製品に甘んじなければならなかった。最後に彼は大将軍、エイセイと衝突した。さすがにエイセイには、この老将をいたわる気持ちはあったのだが、その幕下の一軍吏が虎の威を借りて利口を辱めた。奮撃した老名将はすぐその場で陣営の中で自ら首をはねたのである。祖父の死を聞いて声を上げて泣いた少年の日の自分を亮は未だにはっきり覚えている。亮の叔父、かっこ利口の次男、利官の最後はどうか。彼は父将軍の惨めな死について平成を恨み、自ら大将軍の邸に赴いてこれを辱めた。大将軍の甥にあたる亮輝将軍各挙兵がそれに気取って感染球の亮の時利官を射殺した。武帝はそれと知りながら表記将軍をかばわんために、李官は鹿の角に触れて死んだのだと発表させた。司馬遷の場合と違って李良の方は簡単であった。憤怒が全てであった。無理でももう少し早くかねての計画、税務の首でも持って故地を脱するというを実行すればよかったという悔いを除いては、ただそれをいかにして明かすかが問題であるに過ぎない。表すかが問題であるに過ぎない。彼は戦国男の言葉、故地にあって李将軍が兵を教え、官に備えていると聞いて陛下が激怒され、うんぬんを思い出した。ようやく思い当たったのである。もちろん彼自身はそんな覚えはないが、同じ官の交渉に李書というものがある。元災害都尉にとして慶光寺を守っていた男だが、これが郷土に下ってからは、常に古軍に軍略を授け兵を練っている。現に半年前の軍にも前雨に従って、過去問題の高祖号の軍とではないが官軍と戦っている。これだと李良は思った。同じ李将軍で李書と間違えられたに違いないのである。その晩彼は単身李書の懲罰へと赴いた。一言も言わせぬただの人差しで李書は倒れた。翌朝、李良は善雨の前に出て事情を打ち明けた。心配はいらぬと善雨は言う。だが、母の大元氏が少々うるさいから。というのは、相当の老齢でありながら善雨は母の李書と習関係があったらしい。善雨の母は李書と習関係があったらしい。善雨はそれを承知していたのである。郷土の風習によれば、父が死ぬと、長子たる者が母父の宰相をすべてそのまま引き継いで、己が最小とするのだが、さすがに聖母だけはこの中に入らない。生みの母に対する尊敬だけは極端に男尊女卑の彼らでも持っているのである。今しばらく北方へ隠れてもらいたいとほとぼりが冷めた頃に迎えにやるからと付け加えた。その言葉に従って李良は一時従者を共に連れ西北の東関山ビリン達藩領の、麓に身を下げた。まもなく問題の大元氏が病死し、善雨の邸に呼び戻された時、李良は人間が変わったように見えた。というのは、今まで官に対する軍略だけは絶対に預からなかった彼が、自ら進んでその相談に乗ろうと言い出したからである。善雨はこの変化を見て大いに喜んだ。彼は亮を右近王に任じ、己が娘の一人を見合わせた。娘を嫁にという話は以前にもあったのだが、今までは断り続けてきた。それを今度は躊躇なく妻としたのである。ちょうど府仙長駅の辺に攻略すべく南に出ていく一軍があり、亮は自ら皇帝その軍に従った。しかし西南へと取った進路はたまたま春慶山の麓を横切った時、さすがに亮の心は曇った。かつてこの地で己に従って死戦した部下どものことを考え、彼らの骨が埋められ彼らの血の染み込んだその砂の上を歩きながら、
今の己が身の上を思うと、彼は早速難航して官兵と戦う勇気を失った。病と称して彼は一人北方へ馬を返した。翌大始元年、蘇帝公善宇が死んで、領と親しかった左賢王が後を継いだ。五六公善宇というのがこれである。郷土の右賢王、右公を問う李良の心は未だにはっきりしない。母妻子が続滅された恨みは骨髄に徹しているものの、自ら兵を率いて漢と戦うことができないのは先頃の経験で明らかである。再び漢の地を踏むまいと誓ったが、この郷土の族に生かして終生休んじていられるかどうかは、新善宇への友情をもってしてもまださすがに自信がない。考えることの嫌いな彼はイライラしてくると、いつも一人春明を買って荒野に飛び出す。終点一匹のもと、カツカツと蹄の音を響かせて、草原となく丘陵となく狂気のように馬を走らせる。何十里かぶっ飛ばした後、馬も人もようやく疲れてくると、高原の中の小川を求めてそのほとりに下り、馬に水買う。それから己は草の上に仰向けに寝転んで、心よい疲労感にうっとり見上げる碧楽の潔さ、高さ、広さ、ああ我もと天地の間の一粒微粒子ののみ、何度また漢のことあらんや、ふとそんな機能することもある。ひとしきり休むとまた馬にまたがり、がむしゃらに駆け出す。終日乗りつかれ、幸運がラッキーにくんずる頃になって、ようやく彼は幕営に戻る。疲労だけが彼のただ一つの救いなのである。司馬遷が領のために便じて罪を得たことを伝えるものがあった。李良は別にありがたいとも気の毒だとも思わなかった。司馬遷とは互いに顔は知っているし、挨拶はしたことあっても特に功を結んだというほどの間柄ではなかった。むしろ嫌に議論ばかりしてうるさいやつだくらいにしか感じていなかったのである。それに現在の李良は他人の不幸を実感するにはあまりに自分一個の苦しみと戦うのに賢明であった。余計な世話とまでは感じなかったとしても、特にすまないと感じることがなかったのは事実である。はじめ一概に野比滑稽としてしか映らなかった古地の風俗が、しかしこの地の実際の風土、気候等を背景として考えてみると、決して野比でも不合理でもないことが次第に李良に飲み込めてきた。厚い比較性の古服でなければ作北の冬はしのげないし、肉食でなければ古地の寒冷に耐えるだけの勢力を蓄えることができない。固定した家屋を築かないのも彼らの生活形態から来た必然で、頭から低級とけなし猿には当たらない。肝心の風をあくまで保とうとするなら、古地の自然の中での生活は一日といえども続けられないのである。かつて先代の観世公善宇の言った言葉を蘇帝公善宇の言った言葉を李良は覚えている。漢の人間は二言目には己が国を礼儀の国と言い、郷土の功をもって近従に近いとみなすことを難じて善宇は言った。肝心の言う礼儀とは何ぞ。醜いことを表面だけ美しく飾り立てる虚飾の意ではないか。理を好み人をそねむこと、肝心と個人いずれか甚だしき、色にふけり財をむさぼること、またいずれか甚だしき、上辺を剥ぎ去れば筆胸何ら違いはないはず。ただ肝心はこれをごまかし飾ることを知り、我々はそれを知らぬだけだと。漢書以来、骨肉相はむ内乱や苦心連の排斥生還の後を例 に引いてこう言われた時、李良はほとんど返す言葉に窮した。実際無人たる彼は今までにも反差な例のために例に対して疑問を感じたことが一切ならずあったからである。確かに古族の素やな正直さの方が、美名の陰に隠れた肝心の陰険さよりはるかに好ましい場合がしばしばあると思った。諸家の族の正しきもの、古族の卑しきものと頭から決めてかかるのはあまりにも肝心的な偏見ではないかと、次第に李良にそんな気がしてくる。例えば今まで人間には名の他にあだ名がなければならぬものとゆえもなく信じて切っていたが、考えてみればあだ名が絶対に必要だという理由がどこにもないのであった。彼の妻はすこぶるおとなしい女だった。未だに夫の前に出るとおずおずとしてろくに口も聞けない。しかし彼らの間にできた男の子は少しも父親を恐れないで、よちよちと李良の膝に這い上がってくる。その子の顔に見入りながら数年前長安に残してきた、そして結局母や祖母と共に殺されてしまった子供の面影を
ふと思い浮かべて、利量は我知らず、不然とするのであった。量が郷土に下るよりも早く、ちょうどその1年前から漢の中老将、祖父が墓地に引き止められていた。元来祖父は平和の施設として捕虜交換のために使わされたのである。ところがその副使坊がたまたま郷土の内紛に関係したために、施設団全員が捕らわれることになってしまった。全員は彼らを殺そうとはしないで、死をもって脅してこれを下らしめた。ただ祖父一人は幸福を害んじなかったばかりか、恥ずかしめを避けようと自ら剣を抜いて、己が胸を貫いた。混沌した祖父に対する恋の手当というのが、すこぶる変わっていた。地に掘って穴を作り、運河を入れて、その上に勝者を寝かせて、その背中を踏んで血を出させたと勘定には記されている。この荒領事のおかげで、不幸にも祖父は、半日根絶した後にまた息を吹き返した。蘇帝公善はすっかり彼に惚れ込んだ。数旬の後、後、ようやく祖父の体が回復すると、例の近親栄律をやって、また熱心に功を進めさせた。栄律は祖父が鉄火のバリに会い、すっかり恥をかえて手を引いた。その後、祖父が穴蔵の中に幽閉された時、専門を雪に和して喰らい、持って飢えをしのいだ話や、ついに北海のほとりの人なきところに移されて、お羊が父を出さねば帰るを許さんと言われた話は、自説19年の彼の名とともに、あまりにも有名だからここには述べない。とにかく、李良が悶々の余生を墓地に埋めようと、ようやく決心せざるを得なくなった頃、祖父はすでに久しく北海、かっこバイカル湖のほとりで一人羊を牧していたのである。李良にとって祖父は20年来の友であった。かつて時を同じうして侍中を務めていたこともある。堅い字で裁けないところはあるにせよ。確か稀に見る恍惚の死であることは疑いないと良は思っていた。天寛元年に祖父が北へ立ってから間もなく、部の老母が病死した時も、良は要領までその葬を送った。祖父の妻が夫の再び帰る見込みなしと知って去って竹へ嫁したという噂を聞いたのは、寮の北西出発直前のことであった。その時、寮は友のためにその妻の不白を痛く憤った。しかし、計らずも自分が郷土に下るようになってから、後はもはや祖父に会いたいとは思わなかった。部が遥かに北方に移されていて顔を合わせずに済むことをむしろ助かったと感じていた。ことに己の家族が離せられて再び漢に戻る気持ちを失ってから、一層この間接を辞した牧羊者との面接を避けたかった。五六子善羽が父の後を継いでから数年後、一時祖父が生死不明との噂が伝った。父善羽がついに降伏させることのできなかった、この不屈の漢士の存在を思い出した五六子善羽は、祖父の安否を確かめるとともに、もし健在ならば、今一度降伏を勧告するように、李良に頼んだ。良が部の友人であることを聞いていたのである。やむを得ず、良は北へ向かった。古女水を北に遡り、湿居水との合流点からさらに、西北に森林地帯を突っ切る。まだ所々に雪の残っている川岸を進むこと数日、ようやく北海の青い水が森と野のとの向こうに見え出した頃、この地方の住民たる朝礼族の案内人は李良の一行を一軒の哀れな丸木小屋へと導いた。小屋の住人が珍しい人生に驚かされて弓矢を手に表へ出てきた。頭から毛皮をかぶってひげぼうぼうの熊のような山男の顔の中に、李良がかつて199簡素死刑の面影を見出してからも、先方が この古福の体幹を先の鬼頭李承慶と認めるまでになおしばらくの時間が必要だった。祖父の方では寮が郷土に仕えていることを全然聞いていなかったのである。感動が寮のうちにあって今まで部との会見を避けさせていたものを一瞬圧倒し去った。二人とも初めほとんど物が言えなかった。寮の共回りどもの旧路がのいくつかあたりに組み立てられ、無人の境が急に賑やかになった。用意してきた主食が早速小屋に運び入れられ、夜は珍しい干渉の声が森の
鳥獣を驚かせた。滞在は数日にわたった。己が古服をまとうに至った事情を話すことはさすがにつらかった。しかし李良も少しも弁解の調子を交えず事実だけを語った。祖父がさりげなく語るその数年間の生活は全く惨憺たるものであったらしい。何年か以前に郷土の王権王が漁をするとて、たまたまここを過ぎ祖父に同乗して3年間続けて衣服食料等を給してくれたが、その王権王の死後は凍てついた大地から野ネズミを掘り出して飢えをしのがなければならない始末だという。彼の生死不明の噂、彼を養っていた畜群が氷頭どものために一匹残らずさらわれてしまったことの加点らしい。亮は祖父の母の死んだことだけは告げていたが、妻がこう捨てて竹へ行ったことはさすがに言えなかった。この男は何を目当てに生きているのかと李亮は怪しんだ。未だに官に帰れる日を待ち望んでいるのだろうか。祖父の口から察すれば、今さらそんなことは期待は少しも持っていないようである。それでは何のためにこうした惨憺たる日々を耐え忍んでいるのか。善悪に幸福を申し出れば重く用いられることは受け合いだが、それをする祖父でないことは初めから分かりきっている。李良の怪しむのはなぜ早く自ら命を絶たないのかという意味であった。李良自身が希望のない生活を自らの手で断ち切り得ないのは、いつの間にかこの地に根を下ろしてしまった数々の恩愛や義理のためであり、また今更死んでも格別官のために義を立てることもならないからである。祖父の場合は違う。彼にはこの地で敬類もない。官庁に対する忠心という点から考えるなら、いつまでも切望を辞して荒野に植えるのと、直ちに設備を焼いて自ら首をはねる との間に別に差異はなさそうに思われる。初め捕らえられた時、いきなり自分の胸を刺した祖父に今となって急に死を恐れる心が兆したとは考えられない。李良は若い頃の祖父の堅い字を滑稽なくらい強情な痩せ我慢と思い出した。善は栄華を餌に極度の困窮の中から祖父を釣ろうと試みる。餌に釣られるのはもとより苦難に耐えずして自ら殺すこともまた善悪に、過去はあるいはそれによって象徴される運命に負けることになる。祖父はそう考えているのではなかろうか。運命と意地の張り合いをしているような祖父の姿が、しかし李良には滑稽や少子に見えなかった。想像でした貧苦、欠乏、国間、孤独を、過去しかもこれから死に至るまで長い間を平然として小殺していかせるものが意地だとすれば、この意地こそは誠に凄まじくも壮大なものと言わねばならぬ。昔の多少は大人げなく見えた祖父の痩せ我慢が、かかる大我慢にまで成長しているのを見て、李良は驚嘆した。しかもこの男は自分の行いが官にまで知られることを予期していない。自分が再び官に迎え入れられることはもとより、自分がかかる無人の地で困苦と戦いつつあることを官は、愚か郷土の善悪にさえ伝えてくれる人間の出てくることも期待していなかった。誰にも見取られずに一人で死んでいくに違いないその最後の日に、自ら帰り見て最後まで運命を小殺し得たことに満足して死んでいこうというのだ。誰一人己が自責を知ってくれなくとも差し支えないというのである。李良はかつて先代善悪の首を狙いながら、その目的は果たすとも、自分がそれをもって郷土の地にを脱走し得なければ、せっかくの行為が虚しく官にまで聞こえないであろうことを恐れて、ついに結婚の機を見出し得なかった。人に知られざることを憂えぬ祖父を前にして、彼は密かに冷や汗の出る思いであった。最初の感動が過ぎ、2日3日と経つ中に、李良の中にやはり一種のこだわりが出てくるのをどうすることもできなかった。何を語るにつけても、己の過去と祖父とのそれとの対比がいちいち引っかかってくる。祖父は義人、自分は売国奴と、それほどはっきりは考えはしないけれども、森と野と水との沈黙によって多年の間鍛え上げられた祖父の厳しさの前には、己の行為に対する唯一の弁明であった今までの我が苦悩のごときはひとたまりもなく圧倒されるのを感じないわけにはいかない。それに気のせいか、日にちが経つにつれ、祖父の己に対する態度の中に
何か不赦が貧者に対する時のような己を優越を知った上で相手に寛大であろうとする者の態度を感じ始めた。どことはっきりは言えないが、どうかした拍子にひょいとそういうものが感じられることがある。ボロをまとうた祖父の目の中に時として浮かぶかすかな憐憫の色は、豪奢な天球をまとうた無権王リリュは何よりも恐れた。10日ばかり滞在した後、リリュは旧友に分かれて焦然と南へ去った。食料衣服の類は十分に森の丸太小屋に残してきた。リリュはゼウから異色たる幸福勧告については到底口を切らなかった。祖父の答えは言うまでもなく明らかであるもの、何も今更そんな勧告によって祖父をも自分をも恥ずかしめるには当たらないと思ったからである。南に帰ってからも祖父の存在は一日も彼の頭から去らなかった。離れて考えるとき祖父の姿はかえって一層厳しく彼の前にそびえているように思われる。李良自身、郷土への降伏という己の行為を良しとしているわけではないが、自分の故国に尽くした後とそれに対して故国の己に報いたことを考えるなら、いかに無情な批判者といえどもなおそのやむを得なかったことを認めるだろうとは信じていた。ところがここに一人の男があって、いかにやむを得ないと思われる事情を前にしても断じて自らにそれはやむを得ぬのだという考え方を許そうとしないのである。飢餓も関空も孤独の苦しみも祖国の冷淡も己の苦節がついに何人に知られないだろうというほどほとんど確定的な事実も、この男にとって平成の説義を改めなければならぬほどやむを得ぬ事情ではないのだ。祖父の存在は彼にとって崇高な訓戒でもあり苛立たしい役務でもあった。時々彼は人を使わせて祖父の安否を問わせ、食料、牛羊、絨毯を送った。祖父を見たい気持ちと避けたい気持ちとが彼の中で常に戦っていた。数年後、今一度李良は北海のほとりの丸木小屋を訪ねた。その時、途中で雲中の北方を守る衛兵らに会い、彼らの口から近頃官の辺境では大衆以下、黎民が皆白服をつけていることを聞いた。人民がことごとく服を白くしているとあれば天使の門に相違ない。李良は武帝が報じたのを知った。北海のほとりに至ってこのことを告げたとき、祖父は南に向かって豪国した。同国の数日、ついに中央博に至った。そのありさまを見ながら、李良は次第に暗く沈んだ気持ちになっていった。彼はもちろん祖父の同国の親熱さを疑うものではない。その純粋な激しい悲嘆には心を動かさずにはいられない。だが自分には今一滴の涙も浮かんでこないのである。祖父は李良のように一族を力せられていることこそなかったが、それでも彼の兄は天使の行列に際してちょっとした交通事故を起こしたために、また彼の弟はある犯罪者を捕らえなかったことのために共に席を追うて自殺させられている。どう考えても官庁から厚遇されていたとは称しがたいのである。それを知っての上での今目の前に祖父の純粋な通告を見ている中に、以前はただ祖父の強烈な意地と見えたものの、そこに実は例えようもなく清冽な純粋な官の国土への愛情、かっこそれは義とか説とかいう外から押し付けられたものではなく、抑えようとして抑えられぬ、こんこんと常に湧き出る最も親身な自然な愛情が称えられていることを李良は初めて発見した。李良は己と友とを隔てている根本的なものにぶつかって、嫌でも己自身に対する暗い会議に追いやらざるを得ないのである。祖父のところから南へ帰ってくると、ちょうど漢から使者が到着したところであった。武帝の使と朝廷の即位とに報じて、方々当分の友好関係を、常に1年は続いたことのない友好関係だったが結ぶための平和の施設である。その使いとしてやってきたのはが図らずも李良の個人老妻の陳立政ら3人であった。その年の2月、武帝が報じて、わずか8歳の大使仏教が位を継ぐや、移植王によって侍従法者問い、各校が大芝将軍として政を助けることになった。各校は元李良と親しかったし、左将軍となった上官傑もまた良の個人であった。この2人の間に寮を呼び返そうとの相談が出来上がったのである。
今度の使いにわざわざ寮の昔の友人が選ばれたのはそのためであった。善悪の前で死者の表向きの用が済むと盛んな酒宴が張られる。いつもは英律がそうした場合の接待役を引き受けるのだが、今度は李寮の友が来た場合とて彼も引っ張り出されて宴に連なった。陳立誠は寮を見たが、郷土の大関連に並んでいる前で官に帰れとは言えない。席を隔てて李寮を見ては目配せをし、しばしば己の頭冠を撫でて暗にその意を伝えようとした。寮はそれを見た。先方の伝えんとすることはほぼ察した。しかしいかなる仕草を持って答えるべきかを知らない。公式の宴が終わった後で李寮、英律らばかり残って牛車と白儀と思って監視をもてなした。その時陳立誠が寮に向かって言う。官では今や大謝礼がおり、万民は太平の人生にを楽しんでいる。新帝はいまだ幼少のこととて、君が呼吸たる各種も上昇少職が主上を助けて天下のことを用いることとなったと。立誠は英律をもって完全に個人になりきったものとみなして、事実それに違いなかったが、その前ではあからさまに寮を解くのをはばかった。ただ格好と上官ケツとの名を挙げて寮の心を引こうとしたのである。寮は黙して答えない。しばらく立誠を熟知してから己が髪をなでた。その髪も追形とてすでに中国の風ではない。いやあって英律が服を変えるために座を退いた。初めて隔てのない調子で立誠が寮のあざなを呼んだ。少々よ、他年の苦しみはいかばかりだったか。各志望と上官少将からよろしくとのことだったと、ことであったと。この二人の安否を問いかかわ返す寮のよそよそしい言葉に追っかぶせるようにして、立誠が再び言った。少将よ、帰ってくれ。付近などは言うに足りぬではないか。どうか何も言わずに帰ってくれ。祖父のところから戻ったばかりのこととて、李寮の友の切なる言葉に心が動かぬではない。しかし考えてみるまでもなく、それはもはやどうにもならぬことであった。帰るのはたやすい。帰るのは安い。だが、また恥ずかしめを見るだけのことではないか。いかん。言葉、半ばにして、英律が座に帰ってきた。二人は口をつぐんだ。会が参じて別れ去るとき、陳立誠は、さりげなく寮の傍らによると、引く声で、ついに帰る日なきやと、今一度尋ねた。寮は頭を横に振った。上部再び恥ずかしめられるにあたわずと答えた。その言葉がひどく元気のなかったのは、英律に聞こえることを恐れたためではない。後5年、昭帝の始元6年の夏、このまま人に知られずに北方に急死すると思われた祖父が偶然にも官に帰れることになった。官の天使が上林園中で得た狩りの足に、祖父の白書がついていた、うんぬんというあの有名な話はもちろん、祖父の死を主張する善悪を切破するためのデタラメである。19年前に祖父に従って高知に来た上衛という者が、監視にあって祖父の生存を知らせ、この嘘をもって、部を救い出すように教えたのであった。早速、北海の上に使いが飛び、祖父は善悪の邸に連れ出された。李寮の心はさすがに動揺した。再び官に戻れようと戻れまいと、祖父の偉大さには変わりがなく、従って寮の心に下とたる変わりはないに違いないが、しかし天はやはり見ていたのだという考えが李寮を痛くった。見ていないようで、やっぱり天は見ている。彼は粛然として恐れた。今でも己の過去を決して非なりとは思わないけれども、なおやはりここに祖父という男があって、無理ではなかったはずの己の覚悟も恥ずかしく思わせるようなことを堂々とやってのけ、しかもその後が今や天下に検証されることになったという事実は、何としても李寮には答えた。胸をかきむしられるような女々しい己の気持ちが羨望ではないかと、李寮は極度に恐れた。別れに臨んで李寮は友のために宴を張った。言いたいことは山ほどあった。しかし結局は、子に下った時の己の志が那辺にあったということを、この志が行う前に故国の一族が力せられて、もはや帰るによしなくなった事情とに尽きる。それを言えば愚痴になってしまう。彼は一言もそれについては言わなかったが、ただ宴宴竹縄にして耐えかねて立ち上がり、舞かつ歌った。
バクリを行き過ぎ砂漠を渡る、君のためにショーとなって強度に振る、道休ぜつし、道休ぜつし、ジンクだけ刺繍滅びて、なんで刺繍滅びて、すでに落つ老母、すでに死す、恩に報いんと欲するも、またいずくにか帰らん。歌っている中に声が震え、涙が頬に伝わった。めめしいぞと自ら叱りながら、どうしようもなかった。祖父は19年ぶりで祖国に帰っていった。司馬遷はその後も志士として書き続けた。この世に生きることをやめた彼は、手中の人物としてのみ生きていた。現実の生活では再び開かれることのなくなった彼の口が、路中蓮の絶端を借りて初めて烈々と火を吐くのである。あるいはご師匠となって己が目をえぐらしめ、あるいは臨少女となって心を押しし、あるいは大使館となって泣いて経過を送った。その屈原の憂憤を除して、まさにベキラの身を当然として作るところが、カエサノフの蝶々と引用したとき、司馬遷はその負がどうしても己自身の作品のごとき気がして仕方がなかった。功を起こしてから14年、不敬の課にあって8年、都では不幸の獄が起こり、霊太子の悲劇が行われていた頃、不死相伝のこの著述が、大体最初の構想通り、通史が一通り出来上がった。これに造法、解散遂行を加えている中、また数年が過ぎた。四季130巻、52万6500字が完成したのは、すでに武帝の崩御に近い頃であった。烈伝第70太子公次女の最後に筆を置いたとき、司馬遷は木に寄ったまま猛然とした。深いため息が腹の底から出た。目は庭前の開示の茂みに向かってしばらく開いたが、実は何者も見ていなかった。うつろな耳で、それでも彼は庭の道具からが聞こえてくる一匹の蝉の声に、耳を澄ましているように見えた。喜びがあるはずなのに、気の抜けた漠然とした寂しさ、不安の方が先に来た。完成した著作を巻に収め、父の墓前にその報告をするまでに、それでもまだ気が張っていたが、それが終わると急にひどく虚脱の状態が来た。脅威の去った負傷のように、身も心もぐったりと崩れ、まだ60を出たばかりの彼が、急に10年も年を取ったように老けた。武帝の崩御も、朝廷の即位も、かつての先の太子令司馬遷の抜け殻にとってもはや何の意味も持たないように見えた。前に述べた陳立誠らが故地に李陵を訪ねて、再び都に戻ってきた頃には、司馬遷はすでにこの世にはなかった。祖父と別れた後の李陵については、何一つ正確な記録は残されていない。元平元年に故地で死んだということのほかは、すでに早く彼と親しかった古六古前は死に、その後、古円帝前羽の代となっていたが、その即位に絡んで、左遣王、右禄李陵の内紛があり、遠氏や英律らと対抗して、李陵も心ならずその紛争に巻き込まれたろうことは想像に難くない。官女の郷土伝には、その後、李陵の故地で設けた子が、右関問いと立てて前羽とし、今回は前羽に対抗してついに失敗した旨が記されている。先帝の御法2年のことだから、李陵が死んでからちょうど18年目にあたる。李陵のことあるだけで名前は記されていない。終わり。ということです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。